こんにちは。毎朝4時起き、片面ありです。チェス。今日は広島県でファッション、ビューティー、ブライダー業界のプロを育てる学校、小出ファッションビューティー専門学校に行ってみたいと思います。そして見てください、広島駅から徒歩8分。ん？広島駅から歩けるんや。すご。稲荷町駅から徒歩1分、的場町駅から徒歩2分。駅近近近近。さらにさらに、学校の近くにはたくさんの魅力的スポットがいっぱい。とりあえず今日は的場町駅から行ってみたいと思います。 Here we go。 はい、こちら市電的場町駅前です。大通りなので交通量多めの都会のイメージです。さっきの地図を見る限り、ここから稲荷町の方向へまっすぐ進めば左側に学校が見えてくるはずです。ほな行こう。お、早速ローソン発見。コンビニがあるとなぜか安心するわ。あらゆる場面でコンビニの存在はめっちゃ大きいよね。え、そうでもないって。あ、コンビニの話しただけでもうついてもうてるやん。ちっかー、近すぎる。便利すぎて引くわ。ほら見て、間違いなくここやで。小出ファッションビューティー専門学校。よし、これでアクセスがめちゃくちゃいいことは伝わったと思うから、次は学校の周辺に一体何があるのか軽く紹介しときます。元町クレドパセーラ、東急ハンズ広島店、原爆ドーム、神谷町シャレオ、広島パルコ、広島駅、エディオン蔦屋家電、シティタワー広島。いろいろあって楽しそうだね。ぜひ寄ってみて。バイバイ。